ウルムールがサプライズ復活症、1年ぶり活動再開、喉の病気だったボーカルサンソン、もうバッチリ。17年12月から活動を休止していた4人組バンド、ウルムールが13日、大阪天王寺公園でサプライズライブを行い、活動再開を発表した。ボーカル山村隆太33の過小と聞き脳性発声障害で休止したが、もうバッチリと笑顔でアピールした。午後1時、公園内の特設ステージに4人が登場。デビュー曲、花になれなどに曲を披露した。集まった4000人にサンソンは活動を再開したいと思います。と宣言。待っていてくれたファンに涙も見せた。休止から半年間は復帰が絶望的だったが、同じ病を克服したバンドマンに出会い、どうすれば治るのかを追求し、劇的に回復。メンバーと何度もリハーサルを重ね、昨年末に活動再開を決めた。即アクセル全開だ。2月28日からファンクラブツアーを行い、5月4日から全国ツアーを開催する。さらに5月には新曲をリリース予定。サンソンは今日は音を楽しむ原点の気持ちを思い出した。ファンのみんなと一体となれる喜びをかみしめたいと力を込めた。逆三角機能性発声障害、声帯など発声器官に障害がないにもかかわらず起こる声の障害。舌や喉の筋肉が緊張してしまうことによる筋緊張性、声変わり時期の男性に起こる変声障害、ストレスや精神的ショックによる心因性などに細分化される。薬や手術での治療はできず、原因がわからないことも多い。サンソンは歌う時に症状が出るため、歌唱時とつく。昨年4月にロックバンドリンドバーグの渡瀬真希も機能性発声障害であることを公表した。